はい、どうも、サオでございます。今回はですね、新しいイベントの、まとめというか解説と、9節挑んでみようかなと思います。まずは、ね、嫉妬の化身の方ですね。こちらは、ナイトメアをね、落とす、イベントになってます。幻突含めて5体落とすのが目的ですね。で、こちらのね、ドリゼラね、ゲットできます。水属性スキルの SP 消費がね、大軽減される。で、これ SS まで進化するので、なかなかのね、ナイトメアだと思います。でですね、でここで3節のね、初回報酬でシンデレラのソーサラーがゲットできます。で、9節の初回報酬でドリゼラ1個確定でゲットできます。ただ、ここに入るのがね、5万必要ですね。僕、ちょっと5万は超えさせてきているので、5万6572あるので、クリアできるかわかんないですけど、挑戦することはできます。なので、5万いって割と勝てないんですよ、5万でも。そのため、これをね、ワンコンかなんかしてクリアして、共闘でね、その後共闘で、クリアしないと共闘できないので、その後共闘で、ドロップをね、友達とかフレンドとかでね、やるっていうのがいいんですけど、ここで落ちるのがね、4% ですね、9節。で、10節で落ちるのが 5% の確率、なかなかですね。で、3節でも落ちるんですけど、これ 1% なのでおすすめはできません。なので、9節、もしくは10節でね、共闘でね、戦うのが非常に良いと思います。で、パーティー構成はですね、シンデレラのブレーカー4体とか、で、プラスシンデレラのソーサラ1体。シンデレラはね、ボーナスつくので、このステージ。でね、このデバフが必要な理由はですね、こちらですね。防御力の上昇値がね、5段階上がってしまうと、この憎いっていう広範囲のね、強力なスキルを放ってきてしまうので、デバフをかけてね、防御力を下げて5以上にいかないようにしておくっていうのが攻略のポイントになるかと思います。そうですね、あとはですね、こちら、詳細見ていただいて、物語報酬。こっち全部うまいんですよ。全部うまいんで、これね、5回ずつね、クリアするっていうのがいいですね。こう全部5個ずつね、結構レアめなね、アイテムがもらえますので、ラビットの時と同じように周回クリアを最低限しておく。で、かつそれ以上目指すのであれば、このナイトメアをね、4突するっていうのなんですけども、ナイトメア今、強化素材、石板ね、あんまもらえないですからね、幻突したところでみたいなのありますが、ちょっとシンデレラの編成いじって行ってきましょう。9節なかなかね、火力が高すぎてね、1回負けてますね。本当に火力が高い。あと火属性の武器がね、少なめなんですよね。さらに火属性は少ないんですけど、いつも通りね、2捨てに入ったら召喚獣を使っていくっていうのが、てか2回使いたいんで、使ってしまいましょうか。ここで SP 回復しながら、何もしないで SP 回復をしておきましょう。フレンドに任せて。召喚されたら、もう一回行こうかな。OK。割と回復してきた。これ4ウェーブか。ちょっと調整しながらじゃないとやばいかな。回復しておきます。回復して、あ、ゴーレムか。防御力、鬼の防御力、火力も高えな。おい、まあでもなんとかなりそう。SP はちょっとね、回復しておきたいよ。回復しておきたいよ。もうちょい、もう一回、もう一回、もう一回。OK。150R。で、ドリゼラーね、防御バフ使う前にちょっとガンガン叩いていきたい。けれども、火属性の武器しかなくなってきた。やばいやばいやばい。外しとけって話なんですけど。怖いな。でもなんかね、いけそう。ああ、防御力上がってきましたね。デバフを使ってくれると幸いなんだが。攻撃の方じゃないんですよね、コンピューターさん。やっぱりね、こういうのを考えても、
マルチでやるのがいいっすよね。もう死んでるしね、一人ね。ちょ、第二段階には行きたいんだが。あ、でもデバフ使ってくれてますね。こういう風に5以上にならないように攻撃していくっていうのがいいっすね。ヤバめ、水しか出ない。というか貴属性ばっか使ってしまったっていうのがあるかもしれない。どうして私だけ、怖い怖い怖い。デバフ使って、もちろんコンピューター頼りっていうのもダメですけどね。 SP が切れていく。こうなってくると勝敗は分からなくなってくる。まあでも結局フィーナでさ、バフかけてゴリ押しっていうのがね、結局効きますね。あ、行きましたね。この感じだと5万あればフレンド強ければいけますね。ウィース、これで獲得できましたね、ドリゼラを。ちょ、運よく落ちてくれないかと思ったら落ちてくれなかったけれども、はい。というわけで、まあ今戦闘力5万6000ありますので、ちょっと5万あたりまではね、あの5万ないとね、そもそも侵入できないので、ちょっと平均的に育てるなりして、まあ、装備ちょっと見せましょうか。こんな弱くてもレベルマックスにすれば5万6000はいってます。あとちょくちょく地道にジョブをね、全部上げる。でジョブ上げるときはガチャゲンの方から上げましょう。ガチャゲンだと、S なら 1.5倍、75、普通50なんですよ。75で SS ならね2倍になってるので、配布のやつよりは。これが配布の、あ、これ配布じゃない、これ課金のやつ、これ配布のやつですね。50なんで、まあ、そういう風にジョブもねちょくちょくね上げていって平均的にでやるとね、無課金の人でもね、まあ、6万あたりまではねパパッといくと思われます。あともう一つなんですけど、僕にフレンド出すのはいいんですけれども、フレンド申請出すのはいいんですけれども、あのちゃんとね申請しますって言ってくれた人の方を優先したいので、まあ、無言申請全然 OK なんですけど、あのパンパンになった時は無言申請の人から切りますよとだけ言っておきます。あとですね、ギルドの方なんですけど、チャットでねギルド入れてくださいって来るんですが、身内のみでやっておりますのでね、身内の、ギルドの方はね入れることはできないので、そちら辺はねご了承いただきたいと思います。それではね、今回はねご視聴ありがとうございました。